新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。これね、運転席の後ろにこのボックスがあるんですよ。でね、ここに車検証とか入れとけばいいなと思っています。で、今回なんと、じゃん、取扱説明書というわけで、取扱説明書、これをね、読んでいきたいと思います。で、ちなみにこれメルカリで買いました。まあ、こんな感じでね、使い方の説明書が書いてあるんですが、これね、 MK と MJ の取説、これね、エアロミディ ME で、 ME のやつちょっと探せなくてね、とりあえず大体一緒だろうということでね、なんか買ってみました。うん、これにね、乗っ取ってね、ちょっと説明していきたいと思います。ジャッキですね。で、ここのジャッキの棒はこっちに入ってます。これね、ここね、とこれがね、シートベルト、これは車椅子を止めるためのシートベルトですね。車椅子を止める装置があるんですけど、この時に使うシートベルトがついています。使ってこういう風にしていけば便利だなと思います。前席のね、後ろにあるということもあるから、すごく使いやすいですね。この鍵をこう挿してもエンジンがかからないんですよ。ここにね、このメインのスイッチがあります。これを回して引くことによって、いろいろな電気がつくんですね。うん、で、それで初めてエンジンがかかるっていう感じになってます。これ不思議です。普通の車と違いますね。こっちから知ってると思います。スピードメーターがついてます。604,063キロ走ってます。で、これタコメーターね、アクセルをブーンってやるとこう動くやつ。多分ね、このグリーンのところで走ってくださいみたいな感じだと思うんですよ。で、ちなみにですけど、これね、5速マニュアルなんですよ。バックの位置が多分乗用車だと5の位置がバックだと思う。で、こう緑のところにシフトチェンジしてくると、いわゆるハイトップ、5速で、で、この緑のとこ2000回転だと、だいたい時速でね、60キロぐらいしか出ません。いや、はい、で、ここの赤いとこギリギリで95キロぐらいかな、ここら辺でね、80キロって感じなので、やっぱりね、このグリーンのところで走るってなると60キロぐらいしか出ないんですね、おすすめのこのエリアだとね。なので、ちょっとやっぱり根本的に高速道路に向いていないってことですね。 N って書いてありますね。これがこうギアをこう入れると2とか3とかバックとかなります。はい、1とか2とかはこの普通に動かしていけばいいんですけど、バックに入れるときだけ押し、ギュッと押してバックにするとピーピーピーって言って、ここがバックになります。はいですね。これ直接ミッションにつながってるわけじゃないみたいで、のこれのギアがもし万が一壊れた場合にここを使うんですね。これで、入れることによってギアシフトをチェンジできるっていう仕組みです。これがね、ピンポーン、ここ光るんですよね。だからこれで降りますよってことですね。で、解除するときはここ、はい。で、これはね、車椅子のマークがついてます。ここにね、車椅子用ボタンかな、これがあるので、これ押すと車椅子のボタンが光るんですね。この前ね、元子ちゃん積んだと思うんですけど、あのスロープを出してる蓋が開いてるとここがつくみたいです。これがバックカメラの映像ですね。でね、ズームできるんです。2段階で切り替え、結構ね、暗い時もはっきり見えるやつです。行き先のアナウンスの機械、これで路線とかを選んだりします。これがね、ヒーター、ハイにすると風が聞こえます。オフ、どう、主に後ろ側のヒーターですね。ここからね、風が出てきます。次、デフロスター、ここ
前側から風が出てくるやつですね。ハイ、ローの切り替えがあるようです。ここでね、内気と外気、それから風向き、窓側と運転席、前窓と運転席のこの風の向きを切り替えます。前窓にするとここから風出てきます。で、引っ張って運転席にするとこの足元から暖かい風が出てきます。で、次ウォーターポンプオン、オフで、なんかね、オンにすると暖かくなりやすいみたいな、オフにするとあんまり暖かくならないよみたいな感じらしいです。ちょっとね、詳しくは分からないですね。ここね、回していくと、もう一回やってみますね。音変わるのでよく聞いててください。回すとアイドリングの回転数が上がるんですね。これ車高調整のスイッチですね。で、このアップを押すと車高がシュッって上がります。で、復帰ってやると元の車高に。で、次ニーリング、これはね、車高をダウンするやつです。なので、これ で車高が下がります。で、車高が下がると、ここに今ニーリング、車高が下がってますよって出ます。で、復帰させます。戻すと車高が上がって、はい、と、ここにあったニーリングっていう、あの電気が消えています。はい、まず室内灯をね、オンにすると、ここの電気つきました。ここの電気ね、ちょっと汚いですね。出口照射灯をオンにしてドアを開けると、ここですね、ここの電気がつきます。あとはこっち、ここも電気がつきますね。駐車表示、よいしょ、この階層の周りに赤い枠、最終便ですよっていうね、印がつきます。はい、駐車表示前っていうものをつけると、この周りがグリーンの電気がつきます。ちょっとね、これはわからない、車外灯、ここですね、ここの電気がつきます。で、最後に右折警報、強い弱い、強いにするとですね、左ウインカーをかけるとこういう風に大きな音が鳴ります。弱いにするとちょっとちっちゃい音が鳴ります。とりあえず左にウインカーかけると、このカチッカチの方にピピンピピンって音がしますね。はい、で、最後にここ光電管っていうやつですね。これがこの前ちょっと皆さんにお聞きしたんですけど、で、ここにね、この挟み込み防止のこのセンサーがついているんです、これね。で、これの機能のオンオフをやるようです。換気扇のスイッチ、これです。結構大きい音します。で、これがドアですね、前ドア。で、これが後ろドア。で、あとはここは音声の装置ですね。電源をこう入れて、マイクね、あ、マイクとか発車します、こんな感じで喋るやつです。お捕まりください。交通渋滞によりバスの運行が大幅に遅れまして、優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。こんなことを喋るんですね。で、これがね、エアコンで、オン、あ、オン、除湿だ、これ、オンにして自動にするとエアコンが動き出します。でね、エアコンの吹き出し口はここら辺にいっぱいこうついてるやつがエアコンの吹き出し口です。で、ね、エアコンの湯ギットなんですけど、このね、屋根の上についています。窓はね、ここをこう開けますね。
これが、あ、電球切れてる。このスイッチ入れるとね、ここ電気が光るみたいです。この運行表をね、照らすやつみたいですね。まあ僕は使うことはないでしょう、今後。これね、ラジオです。これね、ラジオ AM7 NHK の AM がね、使うラジオのようですね。これがね、ラジオです。タイヤの空気圧は7キロですね。ここはね、タイヤが入っています。タイヤハウス、出っ張ってるとこね。よいしょ。ここ開けると、なんとバッテリーが入ってます。1、2、3、4、4個バッテリー入ってるんですね。なので、まあ電源取る装置とかここにつけとけばいいのかなとは思います。うん、でね、ここよいしょ、ここね、あのウォッシャー液っていう、あの窓のミューンって水が出てくるやつ、ここに入ってます。あー、取れた。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、バスのいろいろな、機能をですね、ご紹介していきました。私もね、わからないこといっぱいありますので、また一つずつ今度取扱説明書見ながらね、ちょっと違うけど大体一緒なので、勉強していきたいと思います。かわいいね、機関車トーマスみたい。エアロミディって書いてあります。車内、車の中に保管してくださいって書いてあります。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。